ホワイトホルム城を奪還し玉座に着いたロラン。グリンブルク王家の復活に王国は沸いた。だが一方、傀儡政権を放置して長らく息を潜めていたことへの不信、デスフロストの統治を評価する声なども上がり、ロランが不在の合間に王国民の間にはさまざまな思いや軋轢が生まれていたのだ。ロラン様、こちらにいらしたのですか。ああ、ヒューエットか。気のない返事をなさらないでください。ホワイトホルム城を取り戻した今、グリンブルクの王はロラン様です。戦後処理をはじめ責務が山積みです。先ほどもパトリアートたちから急いでクレトの催促が。ああ、分かっている。分かってはいるが、エスフロストめ、よくもコーデリオ、俺から全てを奪おうとする奴らがいる。許せるものか。ノラン様、お辛いでしょうけど、どうか元気をお出しください。私だけではありません。国民も皆、新しい王の治世を待ち望んでいるはずです。王か。父はいついかなる時も私情を挟まなかった。母が死んだあの日も、俺もその覚悟はできているつもりだったが。ロラン様、療養所から連絡が入りました。まさかコーデリアに何かあったのか。いえ、順調に回復されているとのことです。そうか、よかった。コーデリア様は皆に伝えたいことがあるとおっしゃっているそうですが、いかがしましょう。わかった、庭園で話を聞くと伝えてくれ。ただしくれぐれも無理はするなと。はっ。ヒューエット、セルノアたちにも伝えてくれ。急ぎ庭園に集まるようにと。はい、承知しました。どうした、ヒューエット。いえ、こんなに穏やかなお顔をお見かけしたのはいつ以来だろうと思いまして。行ってまいります、ドラン様。コーデリアが戻ってきた。そうだ、一つずつ取り戻していけばいいんだ。焦ることはない。なるほど、俺が不在の間そんなことが。はい、グスタドルフの知性は巧みでした。侵攻後、大臣パトリアトを筆頭とする王党派貴族は保身のためエスフロストにすり寄りました。その貴族たちをグスタドルフは徹底的に利用したのです。彼らが持っていた利権を取り上げ、祭りごとの実務だけを担わせたのです。パトリアトらは不満だったでしょうが、おかげで祭りごとは滞らず、民の暮らしは保障されたのです。なるほど、占領後もさしたる混乱がなかった理由が分かりました。
総帥らしい無駄のない手ね。一方で次の戦いに向け準備を進めている様子でした。次の戦い？まさかアイサンドとですか？ええ、詳しくは分かりませんが、ハイサンドの首都を守る城壁女神の盾はもはやエスフロストには通用しない。大金法が完成すれば全てが変わるのだと。大金法、爆裂眼とエスフロストの製鉄技術を組み合わせた新兵器だそうです。女神の盾を打ち破ることができる、タラースはそう言っていました。エスフロストがそんなものを作っていたなんて。何が平和のための統治だ。王とは単なる足がかり、真の狙いは縁故というわけか。グスタドルフの動きは気になる。だがまずは王との復興が第一だ。わかりました。まず被害状況を調べ、どのような対策が必要か考えましょう。ウォルフォート家としても援助を惜しむつもりはありません。助かる、セルノ。しかし今は七聖人としての立場もあろう。ハイサンドの動向にも目を向けてくれ。コーデリア様、すみません、少しめまいが。探しましたぞ、コーデリア様。パトリアと療養所を出る許可を与えた覚えはありませぬぞ。あなたはまだ完全に回復されてはいない。大勢の異邦士を手配した私の苦労を無になさるおつもりですか。療養所にお戻りください。無理はするな、コーデリア。あとは俺に任せて、しばらく休め。はい。若、王都の被害状況は一通り把握できました。建物の被害は予想していた以上ですな。そうだな、復興を急がねば。ハイサンドにも報告して援助を頼もう。被害以外に何か気づいたことは？申し上げにくいのですが、ロラン様のご帰還はもろ手を挙げて歓迎されてはおりませんな。エスフロストは王国民の援税を免除していました。人心掌握のための一時的な策でしょうが、何よりグスタドルフがグリンブルクにもたらした自由の影響が大きい。あの男は王国の古い制度を廃し、実力のある者を身分に関わらず取り立て始めていました。エスフロスト本国と同じやり方ですね。民にとってグスタドルフの統治は必ずしも悪政ではなかったということか。それがまた古い体制に戻った。だからなぜ戻ってきたなどという声が出るのでしょう。ロラン様もその空気は察しているはず。評判を覆すには行動と結果で示すしかない。アンナ、城内の様子は調べたか？はい。王党派貴族の筆頭大臣パトリアトが随分と幅を利かせています。グスタドルフばっかでも人脈を買われていたようです。ロラン王を支えると息巻いておりますが、グスタドルフに尻尾を振っていた男、信用はならないかと。これはウォルフォート家の皆様方、この度は王都再建に多大なる協力を賜り、恐悦至極に存じます。よくお会いしますな。お忙しいお立場と伺っておりますが。いやはや、そう邪険になさらないでください。私を含め王国の民は感謝しているのですよ。使える主が変わってしまってもなお、
こうして支援をしてくださるウォルホート家にはね。ロラン王の臣下として当然のことをしているまでです。ロラン王、実は少々問題がありましてな。どうもロラン王はエスフロストへの報復を考えておられるご様子。しかしながら民はもう戦に疲弊しております。王家への不信の声は皆様のお耳にも入っておいでかと。重々お気をつけいただきたいものです。警告か。仮にそうだとしても今は復興に向けて動くしかあるまい。はい、ひとまずロラン王のもとへ戻りましょう。方面の動きを話し合わねば。私はもう少しジーラと町を回ってみます。もっと民の声を聞いてみたいのです。わかりました。だが以前の王都とは違う。くれぐれも気をつけて。今日も熱心だな、コーレンティン。研究は順調か？悪くないですよ。今からあなたが私の邪魔をしなければね。口の減らないやつだ。で、どんな研究をしてるんだ？昨日と同じ質問は効率的ではありませんね。画期的な研究だと伝えたはずです。俺が聞きたいのは具体的にどう画期的なのかだ。それを説明するにはまず氷結晶の表面融解について説明しなければなりません。その上で結晶表面における疑似液体層が熱力学的に安定する。ああ、分かった分かった、もういい。聞いた俺が悪かったよ。ともかく根詰めてばかりじゃ体に悪い。たまには俺とブドウ酒でも飲もうじゃないか。お断りします。なんでだよ。ブドウ酒は脳の働きを低下させるという研究成果が出ていますので。硬いこと言わずに一杯くらい付き合え。酒の力で新しい発想がひらめくやもしれんぞ。しかし私には大事な研究が。私はね、ただ研究がしたいだけなんです。聞いてますか、エラドルさん。自分がしたい研究をする。それの何がいけないんですか。ああ、そうだな。ちょっと、エラドルさん。自分で誘ったくせに全然飲んでないじゃないか。こいつはとんだ大酒飲みだ。しかも辛味酒と来てやがる。いいや、私は酔ってなどいません。そもそも日本人の秘密主義がおかしいのだ。技術というのは共有してこそ発展するのに、そう思うか。思うぞ。お前が全部正しいと思う。日本人の中から出られない知識と技術、ここに閉じこもっている私よりよほど不健康です。一人で喋って一人で潰れちまった。仕方ない。寝床まで運んでやるか。
恩を返さねばなりませんね。磨き上げねば。Thank you.
思っていた以上にエスフロストを受け入れていた人が多いですね。グリンブルクは古い歴史を持っている。でもそれゆえに身分や前例をとても重んじる。新しいことを始めるのが難しい国よ。一方グスタドルフ総帥は自由を掲げ、力のある者にはどんどん機会を与えてくれる。グリンブルクの飲酒を窮屈に感じていた民にとってはそれが新鮮で魅力的だったんじゃないかしら。そうですね。でもあの人の言う自由はもっと貪欲で厳しいもののはず。おお、フレデリカ様、こちらにいらっしゃったのですか。ウォルフォートからの伝令ですね。どうしたのです、そんなに。はっ、ウォルフォート城より先代ご当主シモン様の伝言を受けてまいりました。シモン様がお目覚めになったのですか。はい、気もしっかりしておられ順調に回復されています。王都奪還の知らせを大層喜ばれて、ぜひ皆様をウォルフォート城でねぎらいたいと仰せです。セレノアの喜ぶ顔が目に見えるようです。早速お伝えしなければ。もう一つお伝えしなければならないことが。こちらは悪い知らせです。ウォルフォート領に何か問題が。はい、ローゼル村の周辺を盗賊たちが荒らし回っているのです。恥ずかしながらウォルフォート城の兵だけでは退治できず、セレノア様に相談に参った次第です。手強い相手なのですね。ではローゼル族の村も。ひとまず皆に知らせましょう。伝令のあなたも一緒に。あら、何やら慌ただしくなりそう。戴冠式を行うだと？それは今やるべきことか。民の不安を鎮め信頼を取り戻すためです。また我々王党派の願いでもあります。失われた王家の権威を再度国内外に知らしめること、それこそが国の安寧につながるのです。形なきもので安心できるような状況か。今必要なのは今日の温かな食事のはずだ。心配ご無用、そちらはウォルフォート家が担っております。しかし真にグリンブルクの支えとなるのは亡きレグナ王の正当な後継者が戻ってきたという事実。戴冠されたロラン様が玉座におられるだけで民の心は自然と一つになるでしょう。玉座にいるだけだと。そうです、王の第一の役目は王国の象徴であること。祭りごとに関することはすべて我々にお任せいただければよろしい。まだあなた様は王になられたばかりなのですから。パトリアと戴冠式は不要である。民の声に耳を傾けろ。これは命令だ。かしこまりました、ロラン。ヒュエット、民の様子はどうだ。支援物資は行き渡っているか。それがハイサンドから多くの支援が届いたはずなのですが、民は不満の声を上げています。どうやら民に渡っていないものが大量にあるようです。なぜそんなことになる。わかりません。ただパトリアとドノラ、王党派貴族が物資の配分に口を出しているようです。王党派貴族たち、
放っておくことはできんな。皆のおかげで王都の被害状況は分かった。この情報をもとに復興を進めよう。それからウォルホート城から嬉しい知らせが届いた。父の意識が戻ったそうだ。回復も早く、もう立って歩けるほどだという。おお、シモン様が。早く我らと会ってこれまでの苦労をねぎらいたいとおっしゃっている。急いでウォルホート城に戻りましょう、バカ。そうしたいところだが、伝令からはもう一つ気になる報告があった。ローゼル族の村の周辺を盗賊たちが荒らしているのです。あの村にはジェロムたちがいます。盗賊くらい退治できるでしょう。それがウォルフォートの兵が持て余すほど手強いらしいのです。故に我々の手助けが欲しいとのことだ。遅れてすまない。突然だが頼みたいことができた。何事ですか？パトリアとら王党派貴族たちが支援物資を横領している疑惑があるのだ。まだ確証はありませんが、必要としている人々に物資が渡っていないのは事実です。何が起こっているか調べねばならん。ウォルフォートの力を借りたい。なるほど。こちらも今後の相談をしていたところです。一度整理させてください。やるべきことは3つ。目覚めた父の要請に応えてウォルホート城へ帰るか、盗賊に狙われているローゼル族の村を守るか、王都で王都派貴族の不正を調べるか。シモン殿が回復されたのか。それは良かった。ウォルフォートの働きに対し会って礼を言いたいところだが、そうもいかない。今王家を非難する声が高まっている。俺はこの王都で不正の真偽を確かめねばならん。シモン様がお目覚めになったからには、御用代を確認しこれまでの詳細を報告しなければ。セレノア様、ウォルフォート城へは私が参ります。どうかご許可を。私はどうしてもローゼル族の村が気になります。私だけでも村を守りに行かせてください。いくらなんでも一人では危険だ。もちろんウォルフォートの兵の力もお借りします。それに覚えていますか、初めてあなたにお会いした時のことを。もちろん。港であなたは盗賊たちに襲われていた。そう、あの時セレノアが助けてくれなかったらどうなっていたか。でも今の私はあの時とは違う。ボロフォートの名に恥じぬよう強くなったつもりです。信じて任せていただけませんか。わかりました。俺とフレデリカ、ベネディクトはそれぞれ別行動を取るのが良さそうだな。そのようです。その上で私と他の者たちがどう動くかを決めましょう。信念の天秤を持て。
私は どうすれば。若。確かに腹は決めました。セレノア様、ですが、では投票を始めよう。ウォルフォート領に戻るか、ローゼル村に行くか、それともこのままオートにとどまるか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。賛同します。セレノア様のご意見に。若のご意見に。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らはロラン様と共に王都にとどまり、王都派貴族の不正を調べる。私は王都に残り、ロラン様と共に王都派を調べる。恩に着る。
お前がいてくれれば百人力だ。では私は若様の代理としてシモン様へ報告に行ってまいります。ローゼル村のことは任せてください。すぐに戻りますから心配しないで。ではフレデリカ、ベネディクト、それぞれ用を終えたらまた王都で会おう。